音声もあれなんですか。はい、結構、うん、今日はあんまり降ってなかったんですけど、うん、まあ、結構ありますね。そうですね、うん、の知り合いの Facebook でね、すごい雪がこれから脱出しますみたいな感じだったですけど、その大寒波の時はすごかったな、うん、これ年々減ってきますよ。あ、寒いとこ苦手なんで。あなたも自分の働き女だからね、え、もしそういうのを言って映ったりして、インドが生まれた時は何なんだろう、何なんだろう、性格だからえ、なんとなんとあになったりもしたし、それで育ってっていう感じだもんね。結構ね、外国の人は、ニューヨークとか食べますからね。うん、そうですね。うん、でもイスラム系の人も。お客さん撮ったんですよ、店の。ただ僕も一番最初は8席ぐらいじゃない、小さい店だった。その時のお客さんです。はいはい、ねえ、よかったですね。はいはいはい、私はサラリーマン、銀行の人でもね、見て育っとったら、うん、理解もあるじゃないですか。行ったことはないんだけど、見てお客さん来る子が、よう、ゆうさん使える。まあ、一回ちょっと、行きたいなぁと。お食事とかもできるんですか、ゆうさん。あ、できますよ。ご飯物とか。あ、そうですね。おにぎりとかも。うん。その後居酒屋さんみたいなね、やられてるんですけど、あ、同じ方じゃあないと思う。なんか若い人で、どこで寄った人いるとか、うん、なんかなんか居酒屋に住みだった人だな、どこでやりやすかこちらね、昔からの古い店だから、うん、あれですけど、